大川霊は四国山地西部に属する山である。大川霊といえば、笠さ山を最高峰とする山海である大川霊連峰を指すが、競技には笠取山に連なる北側の峰を指す。四国百名山の一つに選定されている。三名は大川霊連峰の北側にある地名、大川に由来する。大川霊連峰の西北端は、 おも,も川と肘川との分水嶺に位置するが、山頂は、おも,も川水系に属する。膨大でなだらかな大地上の山陽を呈し、最高峰の笠取山、その約1キロメートル北側に、大川霊、大川霊の東側に、三河霊、笠取山の東側に、上ほど山と複数の山頂がある。二淀川より、南側の四国山地南西部では最高峰である。 オーガーから四国カルスと一体は四国カルスと県立自然公園に指定されている。山頂東側の斜面はなだらかで、1976年から1977年にかけて国営草地開発事業で開拓された牛の牧場が広がり、北東側山腹には四国のスキーの発祥地でもある三河スキー場がある。三河霊から 笠取山まで続く稜線沿いは笹原であり、5月には、木三つ葉筒子が開花する。また、東側山腹の伊豆河国には、ブナや水ならの原生林もある。大川麗西側は、比較的急峻で深い渓谷を形成し、小田新山と呼ばれる、紅葉の名所である。笠取山の山頂には三等三角点、笠取山、大川麗には二等三角点、大川山。 ウバほど山には四島三角点、伊豆家国、さらに、三河霊山頂付近には、電子基準点、三河及びその南東側の峰には四島三角点、三河霊が設置されている。山頂からは東側に、中津明神山、南側には、四国カルストの大野が原から五段高原を間近に、望み、北東側には、石槌山から、筒、上野山を望む。 国道33号沿いの旧三河村及び旧柳谷村から笠取山,山山頂付近まで車道が通じている。三河スキー場を経て車道沿いの登山口から大川霊、笠取山へと両線を重走する。大川霊の頂上剣三つ葉ツツジロドデンドロン、剣三年生ありがとうございます。